何段階見極めということで気合を入れていきたいと思います。まずは点検、暑いな今日も。まずはスタンドを払って、そして後方確認して乗り込むと、方向指示器出して後方確認。間違えた、早速コース間違えた。さあ下のコース、なんか方向指示器おかしいな、これ壊れてる。方向指示器、ミラー、ミラーがない、ミラーがない。さあ鬼門の一本橋です。刃物いきます。後方確認、まずまずです。10秒は満たなかったものの、左右確認して次は端上路。さあ鬼門の一本、あ、クランク、ちょっと一足で行ってみよう。ダメだ、足ついちゃった。癖があるな、車体によって。方向指示器、ミラー、後方確認、そして車線変更。なるべく状態は気持ち楽に、ミラー、後方確認、方向、車線変更で、そのまま方向指示器出しっぱなし、出しっぱなし、おかしい。今信号は赤、青にそうなった。そして道の真ん中にいたら左のウインカー、そしてミラー、後方確認、寄せる、そして9番のところ曲がる、その時に一速に落としつつ曲がる、演出を防ぐためだ。壁が見通しが悪いところゆっくり行く、確認しながら行く、そしてこの矢印の内側を行く、中央寄りに寄せて、そして左右いないですね、演出しそうになる。そして前に人がいる場合はこの青い線で待つ。ちょっと今右に傾いたけども、バランス崩しそうになったけども、なんとか持ちこたえた。落ち着いて、落ち着いて、もっと吹かしてたよ、もっとアクセルも開けないと。はい、そして後方確認、ちょっともうちょっとパンク寄りに寄った方がいいのかな。ちょっと次の一本橋で試してみよう。青を確認して左右見て、そして後方確認、なんかちょっとタンク寄りに座った方がなんかバランスがいいような気がする。ちょっとタンク寄りに今座ってます。で後方確認、よし、そして後方確認、もうちょっと後方確認をした方がいいのかな。一度で十分です。さあ鬼門のスラロームから、あ、違う、クランクから行きます。今度は二速で行きます。起こし出して、さあ一本待ちです。悪いことし、うわっ、ちょっと声出しちゃった。8秒、まずまず、とにかく一本橋は9秒台を出したいですね。あ、なんだ、後方確認、今ねスラロームの時にね一速に入っちゃったんですよ。あ、ニュートラルに入っちゃったんですよ。それがなんかさ、ダメですね。すべて独り言です。あ、先はこっちです、はい、ですか、はい、あれ出ない、すごい大事だな今日は。
っぱり土曜日だけあって、ふなんか乗れてる今日、そんな気がする。こういうことに6秒8。ああ、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。やった、方向指示器ミラー後方確認、戻してから車線変更、はい、方向指示器ミラー後方確認、前に戻してから方向指示器、あ、違うで、方向指示器出しクッパナいいですよ、行ってください。あ、食べた、すいません。周りをよく見ましょう。今危なかった、右足つきそうだった。なんで車高は落とし穴がいっぱいなんだ。今日のいいんじゃね、すごいアクセルに力が入ってる気がする。ずっとグーッと握ってるからだよ、アクセルを。すべて独り言です。あ、違う、間違えた。続いて SG です。さあ一本橋行きます。あとちょい、あ、はいはい、なんとかまあまあじゃないかなと思います。見極め